県内ではここ数日4月並みの暖かさが続き、新潟市の小学校では一足早く桜の開花が確認されました。暖かい日が続き、春の足音が聞こえる中、新潟市にも春の便りが届きました。新潟市中央区の磐梯長峰小学校のグラウンド脇で今日、桜が2輪開花しているのを朝通勤してきた校長が見つけました。学校によりますと、桜の種類は不明ですが、なぜか毎年この1本だけ早く咲くということで、今年は去年より10日ほど遅く開花を確認したそうです。いや、 やっぱり春が来たなっていう感じがしますね。いや、いいな。ちょっと薄いね、桃色がね、やっぱすごくいいですね。